はい、NHK 党の立花さんにも聞きましょう。はい、テレビをご覧の皆さん、テレビは核兵器に勝る武器です。テレビは国民を洗脳する装置です。テレビは国民が知るべき真実を隠しています。本日お昼過ぎ、テレビ朝日のプロデューサーの方からお手紙を頂戴しました。このお手紙にはテーマから逸脱する発言は控えていただくようお願いいたします。はい、万が一そのような発言があった場合は叱るべく対応させていただく場合もあるとご承知おきください。はい、立花さん、今の発言は討論のテーマに沿ったものとはおっしゃる通り認められません。はい、スタジオから追い出されますと言われましたので、追い出される前に自ら発言を止めていただきましょう。 YouTube で私の発言をさせていただきます。趣旨に取った発言をしてください。はい、政治家の発言をテレビ局の方が事前にあれをするな、これをするなというような、申し訳ありません、その発言は認められませんので、ここで打ち切らせていただきます。はい、ありがとうございます。